Let me just go and quickly turn off my notifications. Awesome. ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。アイズオブヘブンの世界へようこそ。行きたまえ。オプションモード設定をするときというのは楽しんでやらなくちゃいけない。すごくフェリッシュ。Awesome jerks in here. Normal attack is square.Strongest triangle, okay, so it feels like Skyrim already. Sidestep, circle, jump. I've never played Skyrim. God, oh my god. Okay, yeah. Sound settings. Background music all the way up, because music in JoJo's is awesome.Sound effect, we'll have that about halfway voice volume. Right, come right. ここはオプションモードだ。オプションモードはすごく大切なんだよ。Brilliant. Let's go.行くぞ。分かった。 See the hive stand at the bottom right?I will be back in a minute. No problem. Check out the stream if you want.とクルセイダース。1988年、エジプトのカイロ。長い旅路の果てに、ジョーサー一行は宿敵ディオと対峙した。だが、圧倒的な悪のスタンドパワーの前に、仲間たちは次々に倒れていく。最後に残されたジョータローはディオとの一騎打ちに臨む。しかしディオはジョセフの血を得てパワーアップしてしまうのだった。Oh, they would make this the fight, wouldn't they? 実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。最高にハッってやつだ。やろう。蹴りをつけてやる、ジョータロー。 Right, I'm guessing this is where I fight. Start the battle then.間髪入れず最後の攻撃だ。
正真正銘最後の時間停止だ。キアガルディオオープンザゲーム。ショックだ。タッチてめえ。おらおらおら。くそ。これ。てめえ。遅い。フッ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 グレイト！フッ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 なにぃ！タッチ！うぅ！くそ！うぅ！くっ！うぅ！あ、シッ！てめぇ！処刑図！時間を止めたってわけか。あ、どうだ！かねぇな。うぅ！やる！効かねえな。おらおら。グレイト！ミガさん！おら！ガーディオ！おら！ Oh no, I'm down to my last life. I need to kill this guy fast. GG.どんな気分だ、ディオ。I got a C. That's not bad. お前に対する慈悲の気持ちは全くねえ。てめえをかわいそうとは全く思わねえ。しかしおめえをなぶって始末するってやり方は、俺その足がチューするのに何秒かかる？3秒か4秒か。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかった気な。西部劇のガンマン風に言うと抜きな。どっちが素早いか試してみようぜ。とい。コケにしやがって。しかし、翔太郎、この土壇場に来てやはりお前は人間だ。
ごく短い時の流れでしか生きない人間の考え方をする。後味の良くないものを残すとか、人生に悔いを残さないだとか、便所のネズミのクソにも匹敵する、そのくだらないものの考え方が命取りや。このディオにはそれはない。あるのはシンプルなたった一つの思想だけだ。たった一つ、勝利して支配する、それだけよ。それだけが満足感よ。Yeah, I'm gonna watch the live stream someone's doing in the park. Why do you have that character for like your picture? Just why not? I did some dude and fight.てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。教員、イギ、アブドゥル、仲間たちの尊い犠牲を乗り越えて、ジョータロウは宿敵ディオに勝利した。その肉体は朝日にさらされ、塵と化して消滅した。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王はついに滅びたのだ。その後、必要なものは私のスタンドである。必要なものは信頼できる友である。必要なものは極罪を犯した36名以上の魂である。必要なものは14の言葉である。必要なものは勇気である。朽ちていく私のスタンドは36の罪人の魂を集めて吸収、そこから新しいものを生み出すであろう。最後に必要なものは場所である。北緯28度24分、西経80度36分へ行き、次の新月の時を待て。それが天国の時であろう。Okay. ジョータロウ、こんなところにおったが、病院から知らせがあった。ポルナレフの意識が戻ったらしい。早く行ってやろう。どうかしたのか。いや、何でもね。見つけたぞ、スタープラチナの空城丈太郎。
あのお方が始末しろとおっしゃるのも無理はない。強力無比なスタンドを操る男、所詮私たちのスタンドの敵ではない。フランス国営航空92便、パリ行きのお客様は18番ゲートへお急ぎください。どうしてもフランスに帰るか、ポルナレフ。もう身内はいないんじゃろう。よかったらわしの家のあるニューヨークに来ないか。ジョースターさん、身内はいなくてもフランスは俺の祖国なんです。故郷には思い出がある。どこへ行っても必ず帰ってしまうとこなんです。何かあったら呼んでください。世界中どこでもすっ飛んで駆けつけますよ。寂しくなるな。辛いことがたくさんあったが、でも楽しかったよ。みんながいたからこの旅は楽しかった。そうだな、楽しかった。心からそう思う。それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、間抜けずな。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。元気でな。アバよ。いた、見つけた。あ、うん。なるほどな、なんか笑っちまうぜ。そのガタイの良さ、二人ともジョースターさんの子孫ってすぐにわかるぜ。ジジイの知り合いか。いや知らん。確かにわしはジョースターじゃが、あんたはど。おっと失礼、俺の名はジョースターさん、ジョー太郎。ポルナレフ、どうしたんじゃ、その怪我は。何があった。な、何が起きてるのか、わからねえが、ちくしょう。敵だ、敵がいるぞ。ことじゃ。敵だと言ってるだろうが。気をつけろ、襲ってくるぞ。マジシャンズレッド。アブドゥル、イギー、お前たちは死んだはず。これは一体。状況がよく飲み込めんが、ここで戦うことはできん。無関係の人間を大勢巻き込むことになる。場所を変えるんじゃ。なんてこった、奴らもう追いついてきやがったのか。こうしちゃやれねえ、急がなくちゃよ。Right, I'm gonna leave the party.
fuck it. It's not looking bad so far. It's very cutscene heavy, but it's what I'd expect of this sort of game. I might try and platinum this. Yare yare. Polnareff, どういうことだ?知らねえよ。フランス行きの便に乗ろうとしたら、あいつらが現れていきなり襲ってきたんだ。追ってきたか。まだ逃げるのか。いや、ここで迎え撃つ。逃がさんぞ。あのお方にガイナス愚か者ども、このモハメド・アブドゥルが焼き尽くしてくれる。あのお方だと。お前アブドゥルなのか。本当に。下がってろ、ジジイ。何が起きてるのかさっぱりわからんが、今一つだけははっきりしている。奴らの殺気が本物ってことだけはな。ジョースターさん、ここは俺が行かせてもらうぜ。Okay. Battle conditions, retire all opponents. Okay, bonus details. Start the battle then. Oh, this music is amazing. Abdul to Iggy は俺のために死んだんだ。てめえらみてえな偽物はぶった切ってやる。てめえら何者なんだ。あのお方の邪魔になる者は消す。オープンザゲーム。They would start getting better.
さて、てめえらの正体を調べさせてもらおうか。ジジイ。うん、わしのハーミットパープルの出番じゃな。なんだ。アバト、イギー。光を発して消えよった。一体奴ら何者なんじゃ。あいつらは本物だぜ、ジョースターさん。俺はどちらともやり合ったことがあるからわかる。間違いねえ、あいつらは本物のアブドゥルとイギーだ。バカな、そんなはずは。いや、しかし、誰だ。さすがだな、あの二人を退けると。か教員、それにてめえはンドゥール。何を驚いている。アブドゥルたちと同じだよ。僕とこのンドゥールはあのお方に忠誠を誓った。だからお前たちを始末する。カキホイ、お前もかよ。下がれ、ポルナレフ。次はわしがやろう。
今度は逃がさん。ハミットパープルで洗いざらい吐き出させてやるからの。20-meter radius emerald splasher. Kakyoin to Mundur. Dumbass. Kyori Ogazani Gangan Sigurzo. Open the game! Kakyoin is a strong character. Here we go, that's him off. Ikimasu yo, yokaru. No! Joseph's gonna go down. Open the game! Bro, Jojo doesn't have a long range attack.
さなくては。Wait, what? He can't make that jump. There we go. Yes, get fucked. Wait, he knocked me off. What? Bangers. Looks like three squares and one triangle. Is it really He's gone. What, that's not real. A nice one. Threw himself off the fucking roof. Where's he at? Oh, he's up there now. Let's go. Oh, he blocked at the perfect time. Let's go. キュリスタンドコンビがこれほどまでとは近寄っちまえば問題は何もねえぜ。
やはり。だが、あのお方のために捧げると誓った我が身、今はまだ果てるわけにはいかん。この場は一時引かせてもらうぞ。さらばだ、ジョースターども。クソ、逃げられた。いや、ウンドゥールのことは後回しだ。華僑院をハーミットパープルで調べてみよう。待ちな。また新しいのが出てきやがった。誰だてめえは。おめえはさっき空港で会った。 It's fucking Speedwagon, I knew it. ジョセフのじいさんよ、これはあんたの力じゃどうにもならねえ。俺に任せてもらおうか。この聖なる遺体の力でよ。なんじゃと？聖なる遺体。ここは城太郎？それにジョースターさん、ポルナレフ。華僑院、正気に戻ったのか。そうだ、ディオ、ディオの能力見破ったんです、奴の能力を。落ち着くんじゃ華僑院、ディオとの戦いはもう終わっておる。あんた何者じゃ。今華僑院に何をしたんじゃ。一体何が起きてるんじゃ。待て、待ちな。あんたも落ち着けって。ああ、事故。俺の名はロバート・ E ・オスピードワゴン。あんたたちに頼みがあってここまで来た。スピードワゴンだ。そりゃスピードワゴン財団の創設者の名前だろうが。分かったぞ、てめえ新手のたかりだな。 Oh my god。 いや違うぞポルナレフ。なんてこった。思い出したわい、確かにあんたは昔見たスピードワゴンの若い頃の写真と同じ顔じゃ。俺の顔を知ってるのか。なら話が早くて助かるぜ。こいつは聖なる遺体と呼ばれているものだ。聖なる遺体？わかりやすく言えば大昔に死んだ偉い人のミイラってことだよ。俺はこの聖なる遺体に導かれて、今世界にはとんでもねえほど巨大な危機が迫っていて、その影響で異変がそこら中で発生してる。そこの華僑院ってあんちゃんみたいにな。つまり本来死んだはずの華僑院やアブドゥルたちが異変のせいで蘇ったというのか。ああ、構いません、ジョースターさん。僕の記憶はリオの攻撃を食らってタンクに叩きつけられた後、それがなぜジョースターさんたちを襲ったのか、僕も本当のことを知りたい。華僑院、お前さっきあのお方とか言っていたが、それがスピードワゴンの言う危機って。わからない、何も覚えていない。それであんたの頼みとは。単刀直入に言う、聖なる遺体を集めるのに協力してくれ。聖なる遺体は全部で9個の部位が存在する。遺体にはあと8個集めると
一人分の遺体となって真のパワーを発揮するんだ。そうすれば全ての異変を鎮め危機を撃退できるはずだ。多分実は俺にもよくわからねえんだ。遺体を持つようになってから耳元でささやく声が聞こえるようになってよ、その声に、おいおいおい、こいつ大丈夫かよ。まあ待て、一通り聞こうじゃないか。俺が元いた時代はよ、異変のせいでめちゃくちゃになっちまったけど、俺だけじゃ何もできねえ。この聖なる、つまり多分あの女、突拍子もねえって思うだろうがよ、頼む、俺と一緒に来て戦ってくれ。シュールよの、散々奇妙な冒険をしてきたつもりだったが、今度のはまた一段とおかしな話やわい。みんなどう思う？やれやれ、とんでもなくイカれた話だな。俺はあの男の言うことが全く理解できねえし、しかしよ、華僑院を戻してくれたことは確かなんだよな。僕は信じます。もちろん信じざるを得ません。アブドゥルやイギー、ウンドゥールたちが襲ってきたのも紛れもない事実。よし、いいじゃろ、スピードワゴンのじいさん。というのも変じゃな。ああ、スピードワゴン、わしらはあんたに協力することに決めたぞ。ありがてえ、助かるぜ。ん？なんじゃ？これは聖なる遺体が共鳴してるんだ。何？やはりこの近くに遺体があるみてえだ。Right, I guess this is where we're gonna end the first stream. I'm gonna play in like 50 minute segments once every day. Once we've completed the story mode and I've gotten a hang of the fighting properly, I'll probably head into some multiplayer and see how I go. Right, well, I'll see you tomorrow if you manage to get back.